皆さん、こんにちは。Y氏の馬券、地方競馬探検のコーナーです。昨日の地方競馬、景品杯は外しましたが、10レース、12レースとですね、馬単を取らせていただきました。はい。景品杯当たってたらね、スパッとホーロと当たってたんでね、しかも、なんだ、なんだ、ベスボイがね、3着だったんでね、あわよくばって感じでしたけどね、盛り返し直線2番手で、何に刺されたんだっけ、フラットライナーズに刺されて盛り返そうとしてたんですけどね、ちょっと惜しかったですね。盛り返せてたらスパッとホーロと当たってたのにねっていう感じでした。なんか当たりそうだね、当たりそうな感じがします。はい。なので今日もちょっとスパッとホーロと狙ってみたいと思います。そうですね、まずは11レースの、アクアマリン賞ですね。本命スパイアにしました。大外枠も、他に、競りかかってくる馬はおらず、楽に花は切れそうです。ワイルドラッシュ3区といえば、前で勝負するか早めにまくって、まくる、果敢に攻める競馬で両席を上げています。で、ここも、すんなり花を切って、強気の競馬で押し切ってくれれば、なというちょっと願望でありますけどね、スパイア強気に行けば強い内容の競馬をできると思いますんでね、ワイルドラッシュ3区はね、はい、それを期待してスパイアを本命にしました。対抗は、神前レインボーです。父は、短距離路線世界最高峰のウォーシュで、実証済みのストームキャット系です。はい。何のこっちゃって話ですけどね、中央だと、小倉、福島、函館などのローカルのダートで結構穴を開けています。で、特にやっぱりダートが得意なんですね。で、特に足の気の良い道丸の馬場が得意で、先行しての両席が多く、今回内枠を引きましたんでね、楽に好位につけそうですので、今回なら勝ち負けはあるんではないかと思いますので、神前レインボーですねを、対抗に選ばせていただきました。黒三角白三角は打ちませんでした。10レースは、本命ガスタですね。ガスタ、1200m でね、刺して勝って連勝してますんでね、距離延長後方からですので、十分届くと思いますんでガスタですね。あと対抗はやはり、スーパーレインボーですね。サウスビグラス3区、1400m の、戦績は0400と、100% 連帯です。得意のコース、得意の距離で、勝ち負けできるんではないかなと思いますんで、スーパーレインボー対抗で、
買いたいと思います。消えてるね、ボックスだよ。で、12レース、八丈島フリージア賞、違う、10レースは八丈島フリージア、八丈島フリージア賞が、ガスターとスーパーレインボーですね、10レース。で、12レース、八丈富士賞は、本命アサンテにしました。今回ね、花を主張しそうな馬が1、2、3、4、5頭ぐらいいるのかな。1、2、3、4頭か。4頭いますんで、やはり、1200メートルでもハイペース、まあハイペースになるでしょう。なるでしょうっていうか、まあハイペースだよね。1200メートルだもんね。前が速くなるよね、これね。まあ、展開が向きそうだね。アンサンテ、ん？アンサンテ、アンサンテサーナですね。まあ、通算で5211と超堅実派。馬券の対象から外れたのも1回のみ。それも4着なので、まあ、実績的には、上位だと思います。まあ、すんなり、4番手5番手から直線抜け出すことができるんじゃないかなと。前が潰れると思いますんでね。対抗も同じ理由でリュートボヌールですね。リュートボヌール、まあ、前走ね、やはり、2番手から2番手追走で直線抜け出した内容がやはりちょっと強かった、強い勝ち方だったと思いますんでね。竜とボヌールを対抗としたいと思います。あと、まあ後ろから突っ込んでくるジップオブテウスですね。まあ2着付けでちょっと狙ってみたいかなっていう感じであります。まあ前が潰れれば、2番手3番手浮上できるんじゃないかなと思いますんで、黒三角にシップオブ、あ、ジップオブじゃない、シップオブだ、字じゃないです、詩です。シップオブデウス、あ、シップオブテウスですね、を3番手に買いたいと思います。買い目、まあスパットホーロ等を買うんですけど、10レースは馬単ボックス、11レースは馬単、11レースも馬単ボックスですね。12レースだけ馬単フォーメーションで、20丸丸から、20丸丸黒三角へ流す、1、2、2、3が6点かな、ん？違うな、2人が4.664、ちょっと点数何点になるか分かりませんけど、はい、点数何点になるか分かりませんけど、これで、勝負をしたいと思います。まあ50円から買えるんでね。なんか昨日の感じだとちょっと当たりそうな感じもするんで、ちょっとスパッと4を今日も、あ、スパッと4ロトを今日も買いたいと思います。今日の夜はちょっと、一人従業員が、この4月3月末で、退社ということで、送別会をやるんでね、ちょっと焼肉に行く予定です。はい、ということで、まあ今日の夜は、そうですね、レース結果、メインレースのレース結果をアップさせていただきますが、10レース、12レースは、いつも通りアップはしません。で、中央競馬の予想は、金曜日の夜ですね。夜、金曜日の夜かな。
金曜日の夜に土曜日、まあ前日予想ですね、前日予想になると思いますんで、そちらもご覧いただけたらと思います。今週末22日はですね、僕久しぶりに日曜日お休みなので、本当何年かぶりに、中山競馬場にちょっと行きたいなと思います。東京は近いんでね、ちょいちょい行ってるんですけど、中山はなかなか行けないんでね、久しぶりにちょっと、ですね、競馬場で この間大井競馬場で叫んできたじゃねえかよって話ですけどね。はい、まあ中山でちょっと今週末は叫んできたいかなと思います。 やはりビール片手にそのままって言いたいですよね。はい、何を言ってるんだ。では、本日の予想は以上でございます。では、本日もご視聴いただきどうもありがとうございます。失礼いたします。